だから言葉は暴力にもなる。殴られるよりずっと痛いこともね。この町に住む人たちはな、みんなこの町から出たことがないんだ。転入生ね。転入だからご存知ない。前に聞いてたよね、お羊座はどんな切り直したのか。教えてあげるよ、アイラね。何もしなかった。どうして絶対に失敗するの、やらなくちゃいけないの。雲は必ず戻ってくるの。お姉さまの味方でいてあげて。昔昔、あるところに神様に導かれた奴隷たちがいたの。神様は奴隷たちをこの世の楽園に案内してあげるって言ったんだけど、そこに行くまでにはたくさんの困難が待ち受けていたの。苦難に直面するたびに奴隷たちは元の生活を望んだ。彼らにはね、神様なんかよりご主人様の方が良かったの。だってご主人様の言うことさえ聞いていれば何も考えずに生きていけるから。食事だって与えられるし、寝るところだってある。あとは何も考える必要はない。奴隷が欲しがるものはたった一つ、ご主人様だけ。奴隷がかわいそうなんて言うのは奴隷じゃない人たちのエゴ。でも神様はエゴの塊だったから、どうしても奴隷たちを楽園へ案内したかった。だから神様はね、自分で楽園への童貞に引き連れてきておきながら、ある日を境にパタッと声を聞かせなくなったの。何十年もの間奴隷たちは放置された。
ういうことだと思う？今の世代に奴隷根性が染みついてしまっているのなら、その子供たちを導けばいい。神様が救いたかったのはその民族だから。別に今の世代じゃなくてもよかったの。つまり今ここにいるんだよ。おとどいたるあなたたち一族が。芸術一家？芸術一家。おかしい。何も気づいてないんだ。あなたがどうしてこの町に来たのか、自分が何者なのか。辰巳とは何である。ねえエド、狼が追いついてしま
そう、すべてはそこから始まった。だから我らはここにいる。派手に燃えちゃってるね。それぞれの家が何らかの対策を施してあるなんてこと、ちょっと考えればわかるでしょ。大事なものはいつも倉庫の中、身の回りには必要最低限のものだけ。誰だって未熟な頃があるんだもの。うちはいつでも立て直せるようにしてある。ただそれだけのこと。またどうしてって言った。ここは我らミトラが預かりしよう。他の方々の眠りたち、もったいなくも偉大なる御宗家の御家門を門前に拝し奉る。これぞ我らがこの地を治め大任を仰せつかったことの証明に他ならぬ。祖は我らThank you.
外の世界の神様の私。神様はね、その創造の過程で自分に忠実な忍びを作ったんだ。それはそれは忠実な義母たち。でも神様は誰よりも神様に忠実な彼らを差し置い、彼らより遥かに過当な存在を愛すると宣言した。乳暮れからこねり出された神様のうち、その不細工な粘土細工、誰よりも何よりも忠実な下僕たちが切れちゃったお話。外で生きてきたエドの方が詳しいよね。だってこの神話、外では世界中に広がってるんでしょ。不細工な粘土細工を廃せと命じた神様に下僕たちは何て言ったんだろう。知らないのか。アイが知ってるよ。下僕はこう言ったんだ。いかにして炎の子の乳暮れの子を返せよう。それが自ら天と誉れを捨てた下僕たちの捨て台詞。ねえエド、乳暮れの子が人間なら炎の子は一体何。何者？おとどいたる辰巳、どうして知らない。あなたたちは逃げたかな？逃げたあなたたちだから。
っぱりあの薄汚い血が混じって、エドに分かりやすいようにこの国におけると言い方をするわね。この国における仮想の歴史は古く長いものだ。一般に普及したのは明治政府によって制度化されてからだね。意外かもしれないけど、それまでの土葬がその多くを占めてたんだよ。けど、土葬は疫病の発生源になるとか、いろいろと問題があってね。土地にもよるんだけど、風土的な事情からこちら側では随分と早くから仮想を取り入れていたの。そちら側では仮想は仏教の影響が大きいとされているみたい。こちら側で仮想を早くから取り入れていたのは宗教的な問題じゃなくて風土的な。痛がったのはあなたでしょ。さっくん。
短い間だったけど楽しかった。始まっちゃった。だからもう一緒にはいられないんだ。さよなら、さっくん。今までありがとう。私はどこへも行かないよ。どうして、そんなことを言うの？ふたちゃんが心配じゃないの？大切だよね。じゃあね。さ、ほら。女の子を待たせちゃダメだよ。
ふたちゃんが。私はどこへも行かないよ。でも、さっくんがこの道をまっすぐ進まなければ、私はさっくんが知っている私ではなくなってしまうから。私は、さっくんが知っていてくれる私でいたいな。そのままの意味。だからね。ずるいよ、さっくん。支えることはできないんだけどな。今こそ辰巳作が男を見せる時なんだよ。じゃあ、帰ろっか。さっくんがこんなに強引だったなんて知らなかった。
おしゅ。ふたちゃん、おうちに入ろう。ほら、さっくんも心配してるよ。でも、ん？私にはもうここを自分の家だと思っていい資格なんか。どうしてそんなことを言うの？だって。じゃあふたちゃんはどうしてここにいたの？ふたちゃんには立派な実家もあるのにね。なんでここなのかな？それは…だからそれでいいの。ね？帰ろう。さっくんもそう思ってるよ。そうなのか。さっくん、ふたちゃんのことを心配しすぎて言葉が詰まっちゃったんだね。ごめんね、ふたちゃん。でも、さっくんがそう思ってるのは本当だから。さあ、ふたちゃん、お家に入ろう。いいか？入っていいか？
ようやく寝つけたみたい。